さてあのこの Experience New, Your New と「ExperienceYourNewPossible」マーケティングの SAS のメッセージとしてです、ね、このアナリスティクスを通してです、ね、あの皆様の新しい可能性そして社会の新しい可能性を開きたいという、まあ、SAS の願いを込めてです、ね、こういうテーマでやっておりますけれども今年のです、ね、この SASFORAMJAPAN2017 はです、ね、我々自身も少しこの「NewPossible」を試してみようということで。 えーまあ、皆さんに非常にあのアナリティクスに対していろんなご関心をお持ちだと思いますけれどもその中でも特にですねこの AIIoT とそれからまあそういった新しいアナリティクスを支えていく私どものこの s a s b ヤ a という新しいこのホットトピックですねこういうものを例えばこう着目をしたりとかですねあとそまさにその今日いらっしゃっているお客様がいらっしゃるそのマーケットであったり産業インダストリーというところの視点で見てみたり。 あるいはですね私どものプロダクトソリューションという視点で見たりまたあの一番やはり皆さんご興味があるのは実際のお客様の,あの、まあ、ケーススタディということで、まあ、こういう大きなですね大きく4つぐらいの視点でですねこのコンテンツを企画して構成するということにチャレンジをしておりまして、えー、皆様ご登録の時にですねこの s a s f o r ム m j a p a n の歩き方っていうのがウェブ上にあったかと思いますけれどもいろいろな興味でですね どういうセッションがあるかということをご覧いただけるような工夫をしたしておりますまあこの基調講演ですねこの後特別講演をいただいてその後ですねランチタイムにはパートナー様のパートナーセッションをあのいただきますけれどもその後ですねブレイクアウトセッションに入って今日一日ですねいろいろなトピックでセッションがございますのでぞうぞうお楽しみいただければというふうに思いますあとこの会場をお出になりましてですね えー、外のこのホワイエというかですね、あのにはですねあの私どものエコシステム、大事なエコシステムであります、パートナー様のブースがございますので、えー、そちらにも皆さん、お立ち寄りをいただきたいと思います。えー、それから、ですねこのサスフォラム・ジャパン、こ今年のです、ね、一つの目玉でございますけれども、2階の1つの部屋の中に、ですねこのスーパーデモ会場というのを設けておりまして。 セッションの方でいろいろとお話をさせていただきますけどもやはりこういった指す私どもの製品とかソリューションを体験していただくためにはですねやはり実際に動くものを見ていただくのが一番だということでこれは実際はですね我々のソリューションのスタッフ結構チャレンジがございましたけれども2系統。 このデモの場所を用意しておりまして一日ずっとですねデモをやっていきますので是非こちらの会場にもですね皆さんお立ち寄りいただいてですね実際に我々のソフトウェアの動く姿というものを体験していただければというふうに思います。またあの この SAS フォーラム自体がです、ね、新しいテクノロジーを試す場ということで、まあ、そういった新しい技術をです、ね、皆さん自身も体験していただける場ということでこのライブエクスペリエンスというところも設けておりますし何よりも冒頭グッドナイトのですの、ね、ビデオの中にもありましたように まあこういった場にですねこれだけ大勢の皆様がお集まりいただいたことの一つのもう一つの意味はですね皆様ご自身がネットワークをしていただくあるいはわれわれの社員スタッフとネットワークを広げていただくということでまあそういった意味で,ですねこの3階の外のホールもそうですし2階もですねこのグランドハイアットの会場本日全部ネットワークのための場所ということでぜひですねこの機会に皆様ご自身のネットワークを広げ,広げていただければというふうに思っております。あの こう見渡したところ非常に、えー、満員御礼ということですけれども、えー、実はですねこのアナリティクスに対する皆様のご関心ご興味ということそれから SAS に対する期待を背景にですね今年のこの SAS フォーラムジャパンはですね集客が非常に好調に進みましてですね、えー、主催者側からしますとある意味嬉しい悲鳴ということになるんですけれども。 4月の中頃にはです、ね、もう去年のキャパシティを突破いたしましてある程度皆様のです、ね、集客を調整をせざるを得ないと嬉しい悲鳴ということで、えー、せざるを得ないという状況がございましてです、ねえー、この皆様方の中にはあひょっとすると必ずしもです、ねえー、ご希望のセッションにあのご登録いただけなかった方がいらっしゃるかもしれないということで、えーまあ、あのそこの場を借りてです、ね、深くね深く えー、お詫びを申したいといいとううふうに思いますただこの登録皆さんご登録いただいたときにいろいろなアンケート等ですねあの質問をしてどういうセッションにご登録をいただいたかというデータですね、えー、我々アナリティクスの会社ですのでこのデータそのものというのは非常に有効なものでございましてこれどういうマーケティングの,あのイベントでもそう,でそうだろうと思いますけども私どもとしましてはそのデータを分析してですね、えー、このフォーラムをより良いものにしていくということにも活用いたしますし 実はこのセッションのいろいろな企画とかコンテンツそのものもですね皆様のご興味なんかをリアルタイムにフィードバックをかけながら、えー、まあ良い,良いものにしていったという経緯がございます。でせっかくですのでですねもう少しこの皆様ご自身の登録時のデータを分析をしてですねちょっと皆さんと共,共有をしていきたいなというふうに思うんですけれども。 ただ単にこのクリッカーをめくってですねあのプレゼンのスライドをめくってそこにグラフを貼ってるだけではちょっと面白くありませんのでですねエクスペリエンス y o ニュ m y n e w p o s s i b l e ということで今日ちょっとここからは実は最大のチャレンジなんですけども先ほどフリッツが「Alexa」っていう話をしてですね自宅に「Alexa」とか「GoogleHome」とかもう全部あるっていう話をしてましたが。 えー、このアレクサですね最近 WBS でもちょっと紹介されたみたいで日本でもだいぶ認知度が上がってきておりますけれども、えー、アメリカヨーロッパではですねこのアレクサを使える AmazonECO というこのデバイスがですねもうすでに発売になってましてで去年のクリスマス商戦のトップなんて言うんでしょう大人気ということで品,品切れが続出したということらしいんですけれども。 えー、このアマゾンエコーアレクサっていうのはボイスリコグニッションですねボイスアクティベーションのコンピュータサービスということで、えー、まあせっかくですのでですねこれをちょっとチャレンジをしてみたいと思いましてこのヘッドセットとですねこの iPhone で、えー、起動するんですけどもあの残念ながらですねこのアマゾンエコーが日本ではですねまだ電波法の関係で認可されておりませんので、えー、日本に入っておりませんけれども私どものスタッフがですねこ iPhone 上のモバイルアプリでアレクサを起動できるということを発見してくれましてですねここにあのアプリが走っておりましてでちょっと動かして、まあ、100万円に引き出すということで動かしてみたいいと思います残念ながら英語じゃないと動きませんので私の英語の発音というところもちょっとチャレンジがございますが。 ちょっと頑張ってみます。Hello, Alexa, how are you? ダメですね、もう一回チャレンジします。<laughs> Alexa, hi, how are you? ちょっとですね、最大のチャレンジはローカルのアプリケーションをもう一回立ち上げるっていうところからスタートしますけれども、Alexa, hello, how are you?

なあの聞いてくれてるのか聞いてくれてないのか分かんないっていうところがあるんですけどちょっとビビりながら少しやってみますが今いろいろインフォメーションとかニュースだとか天気予報って言ってましたのでちょっと聞いて意地悪な質問を not、sure. <laughs> ちょっとですね アマゾンさんもせっかく使ってるんだから「さす」ぐらいあの入れといてくれればいいかなっていうふうに思うんですけれども実は「さす」っていうのはね,あんですねあの難しいそうでですね「さスっていうのもありますし「さす」自体もいろんな意味がありますのでどうもあの今のところですね「アレクサ」は「さす」っていうのを認知しないようになってるっていうことらしいです。必ずしも「さす」が有名じゃないっていうことじゃないんであの皆さんご安心いただければと思うんですけれどもえ天気予報じゃあねせっかくですから聞いてみたいと思います。 Alexa, what's the weather today in Tokyo? In Tokyo, Japan, it's 75 degrees with partly sunny skies. Today, you can look for mostly sunny weather with a high of 79 degrees and a low of 64 degrees. あのほっとしているところですけれどもこれあの続けているといつまでたってもあの終わらないのでですねそろそろデモの方に入りたいと思いますけれども、えっとまあ、これここまでだけですとねこう CD とか OK くグると何も変わらないということで何が違うんだって皆さんお思いになると思いますけれどもこの AmazonEcoAlexa の違いはです、ね、Amazon クラウド上にですねアプリケーションを開発できましてこの Alexa からそのアプリケーションをコントロールすることができるんですね。 で今回はちょっとスタッフの力をグローバルで借りましてですねこのアレクサからアマゾンクラウド上のアプリケーションを呼び出してそこからですねシンガポールのオンプレミスで置いてますサスバイヤの環境を呼び出してですねそのサスバイヤの環境上にある皆様方のこの登録データを分析をかけて返してくるということをトライしたいと思います。 Bring up the server. Welcome to SAS Forum Japan. SAS Analytical Services is now activated. What can I help you today? Show me the channel summary. 2238. 22これは皆様のご登録時のですねデータの中にこのセッションこの SAS フォーラムをですねどういうチャンネルでお知りになりましたかっていうあの問いがあったと思いますけどもそれを今集計かけてお見せしております。この ぱっと見ですね、やっぱり6割ぐらいがメールということで、えー、一番多いのは E メールですねあの電子メールを媒体としてこの s a s フォーラムをおしになったということですけれども少しこう日本の特性として着目すべきはですねこの22.7%がダイレクトメールということで,ですねこの辺りがです、ね、あのグローバルのマーケティングの,あの連中からしますとですねもう相当デジタル化してますので日本はいまだに紙ベースのマーケティングをやってるのかということになるんですけれども。 やはりこの紙媒体というのが日本ではまだあの重要な役割を果たしているというところが、まあ、こういったデータからも読み取れるのかなというふうに思っておりまして、まあ、こういうものを来年のの集客にに視点かからすするとととしていくといくうことになりますあのせっかくですので,です、ね、今ちょっと苦労しながら、えー、デモをやりましたけれどもこのデモシステムがですねどういうふうに動くのかということをお見せしたいと思うんですけれどもちょっとこう画面を切り替えていただいてですね ヘッッドセットですねこれとあのモバイルのアプリがでですすね、えー、Bluetooth で接続しますここはもうあの確立されたテクノロジーですのである程度あのいけますけれどもこの AmazonECO というデバイスがあればですねこういうことをしないでよくてですねここにデバイスを置けばそれに直接聞いてあの飛んでくれるんですけどもその電波法の関係でまだ認可されてないということで日本ではまだアベラブルじゃないです。で今日はですねこのアプリを経由して私の声が、えー、w i f i を経由してインターネットを経由して US にあるアメリカにある Amazon クラウドですねこのクラウド上の Alexa Skills というところを叩いてましてでそこでボイスをコマンドに変換をしていますで、さらにですね、この同じ Amazon クラウド上の Amazon Lambda という,う、まあ、あのプラットフォームですねこのプラットフォーム上でノードランゲージこのコーディングランゲージのノードでアプリケーションを書いておりましてこのアプリケーションでですね、この私のコマンドを サスバイヤーに連携するというそういう,う、まあ、処理を行っております。で先ほど、まあ、この後少しご紹介しますけれども REST API をつか使ってですねこのシンガポールのオンプレミスの s ス s バイヤーの環境を呼び出しましてで皆様のデータが s ス s バイヤーの上に乗っかってますねここに集計をかけて集計処理をしてで今度返しですけれどもこのリスポンスをですねもう一度お Amazon ラムダに返して。 えー、ビジュアルですねあの、先ほどご覧いただいたグラフィカルなビジュアルは PC にも戻して、えー、このスクリーンにと音声はこの iPhone に戻ってですね実はこのハードワイヤードで LINE でつながってましてさっきフリッツがあのプレゼンでちょっと踏んでましてドキッとしたりしたんですけれどもあのハードワイヤーでスピーカーにつながっていると、まあ、こういう仕組みになっております。あのちょっととしたデデモなんでですすけれども、まあ、ある意味ですね、こ,このデバイスとアップ えー、iPhone ですねそれからそちらにある PC でを使って、まあ、複数のデバイスを活用してやっておりますし、えー、アプリケーションが走る環境としては iPhone のローカルそれから Amazon クラウド上の a l e x a スキルに、えー、それから AmazonLambda 上のアプリとそれから SAS バイア上のアプリケーションということで全部で12345で,ですね5つのアプリケーションを実は連動させて、まあ、な,なんとか成り立っていると。 それからロケーションはここ東京とアメリカのサーバーとそれからシンガポールのオンプレミスの環境ということで、まあ、こういう音声を使ってあのエンタープライズのデータにアクセスをして集計をかけるというふうなことですねある意味 AI とかコグニティブコンピューティングの使い道としてですね今どっちかっていうと何かこう例えばコールセンターですとかいろんなところに活用されてますけども一番やっぱり我々の夢はですねコンピューターに聞いたら答えてくれると。 あれどうなってんのこれどうなってるのこんな切り口で分析できないのっていうところをですねこっちで言ったらそれを簡単にリトリーブしてデータを出してくれるっていうエンタープライズ、BI、の世界だと思うんですよね、まあ、こういうことを実現しようと思うとですねやはりこういうこの複合システムを作っていかないといけないということでこれをご覧いただくとですねなぜ SAS バイヤーがですねオープンっていうことを重要視しているかということをご覧いただけるんじゃないかなというふうに思っております。 このように、まあ、オープンなラングエッジカスタムのシステムからもこのエンタープライズのアナリティクスのサスバイヤーを呼び出すことが可能です。はい。えー、じゃあちょっとですねえー、っとそうですねこのサスバイヤーのですね、えー、この仕組みのお,お話をさせていただきましたのでもうちょっとですね 皆様のデータを分析をさせていただきたいというふうに思います。今度はですね、皆さんがどういったことにご興味があって、どういうセッションにご登録されているかというところを聞いてみたいと思います。Alexa, bring up the server.Welcome back.What can I help you this time?I'd like to see the discovered topic. understood i am drawing the word cloud by discovered topics to your screen show me the top five result we found 702 registrations for the session sf 503 601レジストレーション from SF306 and596 from SF601 and top five sessions こちらがですね、この、まあ、い,くいくつかある中のトップ5のセッションであの、これ見ていただくと、ディープラーニングとかですね、AI とか、それからサスバ b i というところで、えーあの、オキパンシーのパーセンテージを見ていただくと、ですね200%を超えるようなあのご登録をいただいておりましてですね。 あのやはりこういうものから見ても皆様のこの新しいテクノロジーに対するご興味が非常に高いということが見て取れるかなというふうに思います。はい。じゃあせっかくですのでね、あのサフリスの方からも少し紹介ありましたが、サスバイアのですね、あの最新のアップデートをさせていただきたいと思います。ちょっと画面の方を切り替えていただいてですね。あの繰り返しになりますけども、このサスバイアというのはもうアナリティクスがリードするイノベーションですね。このイノベーションのためのシステムの コアのアナリティクスエンジンとなりうる、まあ、あらゆるシステムのコアエンジンとなりうるプラットフォームというふうに考えておりましてです、ねまあ、このチャートは何度かご紹介をしておりますが先ほどあのフリッツからもありましたようにどのような形のデータであってもハンドルができる、まあ、当然 RDB 上にあの保存されたデータあるいは Hadoop 上のデータもそうですしリアルタイムで発生してくるインストリームのデータもこの SAS バイアというものがハンドリングが可能になります。 でそうしてインメモリー上に置かれたデータを今度は分析をかけるということになりますけどもそのためのアプリケーションは当然ながらこの SAS 自身が持っているあらゆる製品ソリューションというものを使ってですねこの SAS バイヤの上のデータを分析をかけることが可能ですただ先ほどのデモを見ていただいても分かるようにです、ね、SAS が提供しているプロダクトだけではですね皆様の本当にやりたいイノベーションというのができるわけでもないと。まあ、もちろん 我々の製品でで実現できるるとところは多くあると思いますけれども今アナリティクスに求められているものを実装しようとするとですねこの下にありますような複数のラングエッジで書かれた、ま、システムあるいはアプリケーションというものと連動して動かす必要が出てくるということでここに挙げておりますように Python ですとか Lua ですとかあるいは Java とか R といったオープンソースの言語から直接この SAS の SAS バイアの機能を呼び出すことが可能になる。 まあそういうふうにあのサポートされてない言語に関しては REST API で呼び出す先ほどのデモは REST API を活用して呼び出しておりますそしてこの全体のシステムがオンプレミスでも走りますし当然プライベートクラウドでも走りますしパブリッククラウド上にも設定できるということで、まあ、まさにです、ね、これから皆様が進めていきたいイノベーションを実現するための、まあ、コアのアナリティクスプラットフォームというふうに言えるのではないかなと思います 実はあの昨日ですね日本でプレスリリースを行っておりまして、えー、現時点でですね、えー、いわゆるこのアナリティクスアドバンストアナリティクス少しこう先進的なアナリティクスを実現しようと思った時に必要となる機能あるいはアルゴリズムに関して言うとほぼ全てラインナップされてるっていうふうにあの言い切れるんじゃないかなというふうに思ってます。えーまあ 少し前にリリースされましたこのビジュアルデータマイニングマシンラーニングということで基本的なマシンラーニングそれからデータマイニングに関しては組みされておりますしリスクの領域のネットワークインベスティゲーションみたいなことをやっていくビジュアルインベスティゲーターにをはじめとしてですねこの SAS の定供のありますビジュアルアナリティクスとかビジュアルスタティスティクスということでエンタープライズ BI にも活用できますしフォーキャスティングオプティマイゼーション まあ、軽量経済エコノメトリックスというようなアルゴリズムも全て具備されましたしえ最後になりますけども IoT のシステムをハンドルするために必要となるストリームデータを扱うイベントストリームプロセッシングというところもこのバイヤ上に載りました。ということでえ今時点で基本的なセットはあもう日本でアベラブルになっておりますので皆さん引き続きですねご注目いただければというふうに思いますけれども今年後半にはですね さらに機能を拡張いたしましてこのディープラーニングの機能それからコグニティブの機能を強化するとともにですねこの AI のシステムに要求されるこの演算処理ですねこれに対応するために MPP とそれから GPU 対応ということも引き続きしていきますので、えー、まあ皆さんですね引き続きこのバイヤーにご注目いただくとともにご期待をいただきたいというふうに思います。 ではここでですねもう一度こうデータに戻ってですね、えー、今度はですね皆様がどのようなインダストリーから参加をされているかというところを聞いてみたいと思います。Alexa, bring up the server. Happy to see you again. What can I help? Show me the industry summary.

まあ、トップがですね IT 業界ということで、まあ、もちろん皆私どものパートナーの皆さんがいらっしゃると思いますけどもこれから、まあ、イノベーションを起こしていくためには我々一社ではなかなかできないということでですねまた2位3位製造金融ということでですね特に金融業界のお客様に関しましてはですね私どもの製品とかソリューションですね これは金融業界で生まれて育まれたと言っても過言ではないということで引き続き多数のお客様が金融業界からいらしていただいているということでこの場を借りてお礼申し上げますここでは少しですねこの製造業2位に着目をしてもう少し皆様がどういったセッションを登録されているかっていうところを見たいと思うんですけれども少し画面を切り替えていただいてですね こちらはですね、これはのウェブの動線分析なんかでよく見かける分析手法ですけれども、えー、左側から右側に向かってですね、今年のセッションですね今日のセッションにどのように人が流れてるかこれ製造業の皆さんだけを撮って見ているものです。あの一番左のですね、この太い流れがですね、この後特別講演いただくあの株式会社ブリジストン様の斉藤様の特別講演ということで。 これがです、ね、やはり製造業に関わる講演だということで皆さん集客が朝から進んでおりましてです、ね、このあと複数のセッションはございますけどもこの私どもが散りばめたセッションに比較的満遍なくご参加をいただいてお帰りいただくということで一番上のラインが何どのセッションにもご参加されていない人々の流れですけどここは狭いんですね。 でそういう意味ではあの製造業の皆さん今日一日ですねあのセッションをあのしっかり楽しんでいただけるということでまあやはりこの製造業だけではございませんけども IoT というところに非常に注目が集まるわけですけれども大きくですね IoT 私どもから見ますと3つの,あのイノベーションで進んでいるんじゃないかなというふうに見えております。 まあ、一つはです、ね、生産・製造のラインのをフォーカスとしたプロセスのイノベーションでございまして、えー、まず日本企業ですね昔からこういう品質改善の取り組みっていうのは非常に得意としてるわけですけれどもこの「ブドマリ改善品質向上」というところにですねセンサーであったり検査のデータを解析をすることによって向上するという、まあ、そこからまずはスタートをして。 少しこう工場の自動化というところをですねリアルタイムに制御をかけていくというスマートファクトリーそしてその先にはインダストリー4.0というような取り組みこの流れが私どもから見たの流れの1つ目です2つ目の流れはですねこのビジネスモデルイノベーションということでこのサポートメンテナンスのサービスを効率化するというところからリアルタイムなプレディクティブメンテナンスに入りさらに最終的には物売りからですねこと売り 製品販売ビジネスからサービス提供ビジネスへビジネスモデルを転換していくこの動きですねこういう動きもいくつかのお客様で私どもが支援をさせていただいておりますそして最後がですねやはり IoT の世界で一番皆さん着目されるこう社会生活そのもののイノベーションということでこれはですねここにあるこあ我々がこう存在している現実世界をですねデジタライゼーションすると。 いわゆる仮想空間の中に投影をして分析可能な状態にして最適化をしていくという流れになります。でここのこのデジタライゼーションというところですね我々 SAS ではですね去年から少しあの着目をして取り組んでおりましてちょっと画面を切り替えていただくとですねこれ実は2階の受付の前の,あの状況を仮想空間上に、えー 投影したもので今人が動いてますけどもこれはリアルタイムの人の動きをですねレーザーセンサーで捉えましてで xy 座標を同定して2次次元元空間の中に2次元平面の中中にに平面プロットをしていますちょうど今あの何て言うんでしょうちょっとこう特に別に動く必要がないけど動いてくれてますけれども <laughs> だいぶ桜が入ってるかなと思いますけども。こうあの こうやって動いている姿とですねあのこの二次元平面と比べていただくとですねしっかりとこの人の動きがト,ラッキングトレーシングできているというのがお分かりになると思うんですけれどもやっぱりこうやってカメラを向けてしまいますと何かとですねプライバシーの問題とかいろいろあったり見られているのが嫌で作業効率が落ちたりというのがございますがこういうふうに見ますとですねあの別にプライバシーの問題なくてですねでこういう奇跡が捉えられただけでも十分にインサイトを抽出し得るだろうということで例えば小売りであったり工場であったり 倉庫であったりですね、パークであったり、いろんなところに適用が可能ではないかということで我々取り組んでおります。これあの二階で皆さん体験できますのでぜひお立ち寄りいただければと思います。はい、じゃあ少し戻っていただけますか。まあ以上ですね、あの IOT それから AI というところに少しフォーカスをしたお話をあのさせていただきましたけれども。 もちろんこの SAS のもともとの強みであるアナリティクスデータマネジメントそれからソリューションですねリ,リスクマネジメントカスタマーインテリジェンスにフロードセキュリティインテリジェンスそして最後にこのビジュアライゼーション可視化をしていくビジ,ビジュアライゼーションツールということでこのすべてのです、ね、SAS の製品ソリューションでそれにですねコンサルティングのサービスこれも付け加えまして、まあ、引き続き皆様のイノベーションそれから社会のイノベーションを 推進貢献していきたいというふうに思っておりましてえまあアンビエントアナリティクスというまあ話が出ましたけれどもこのコグンティブコンピューティングテクノロジーでですね人と機械とのインターフェースがですね劇的に改善されて IoT によってデジタルライゼーションとリアルワールドのですね現実世界の事象というものが仮想化されて分析可能になるこれによってですね全ての製品とサービスがですね 人を中心に最適化さされれて提供されると、これ非常にワクワクする未来ということでまあこういうワクワクする未来があるからこそこうアナリティクスあるいは SAS に対して注目が集まっているのかなというふうに思っておりましてエクスペリエンスニューポッセブルと。 ということでこの SAS フォーラムはですね皆様にとってこのわくわくを少しでも感じ取っていただける場になればいいなということで、まあ、そういったことをお祈りしまして私のスピーチとさせていただきたいと思います、えー、引き続きですねこの後特別講演といたしまして株式会社ブリヂストン執行役員の三枝幸雄様より特別講演いただきます三枝様どうぞよろしくお願いいたしますどうも